2011年の5月で、私はアメリカにいました。で、聞いた時に何かその時すごく、ああ、やらなきゃいけないことがあると思って、でもそれは野心とか欲望とかそういうものじゃなくて、なんかこう義務のような気がしてた。で、あやの話を聞いて、ああ、この人だなと思いました。で、それで、でもなんかこう人生で急にあやに会ったっていうか、あやと待ち合わせして出会ったっていう感じでした。その初めて会った時に、なんかすごいあったかい感じがして、あ、なんだろう、この人すごいあったかい空気を持ってる人だなと思って。でもそれは今でも変わらないです。それは多分私だけが感じてることでもなくて、多分みんなが、共演者の人も含めスタッフの人もみんながもう感じてることだと思います。自分が今何をするべきか、今クルーがどう動いてるかをきちんと把握して、きちんと動かしてる。本当非常に、なんて言うんですか、頭の回転が速い人。たまに話すのも早くて、たまに分かんない時があるんですけど。